信じられない瞬間を目撃してしまったわ。大谷翔平の4040 40達成、ドジャース同僚妻が動画に収めて大興奮。Moments: ショヘヨタニ、The Digest h a n 2 0 2 4 8 2 4現地8月23日、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでタンパベイ・レイズと対戦し、7-3でサヨナラ勝ちした。試合を決めたのは 大谷翔平の一振りだった4回にシーズン40個目の投塁を成功させた大谷は3三3で迎えた9回裏西満塁で打席に立つと初球をフルスイング高く上がった打球は無欲スタンドに吸い込まれた4十号サヨナラグランドスラムにして MLB 史上6人目史上最速となる4 0四4 0球場を埋め尽くしたドジャースファンは大歓声で偉業を成し遂げた大谷を祝福した